車庫端、車庫端とは、主に自動車を改造して、車庫を落とす改造手法、または車庫を落とした状態のことである。語源は、車庫端から、英語圏でいう車庫を極端に下げるチューニングを意味する、スラム度に相当する。一番簡単な改造方法は車庫端用の、スプリングに乾燥することであるが、コイルスプリングを、金のことで数巻分切断したり、果てはスプリングを抜く。 ノーサスと呼ばれる荒々しい手段も存在する。また、そういった改造を意識せずとも、サスペンションのショックアブソーバーとスプリングをスポーツタイプのものに組み替える際には、ノーマル車両よりも若干車高が下がるので、結果的に車庫端になる。そもそもスポーツタイプのものに組み替えるのは車高を落とすためであることも多い。エアロパーツなどを装着して、最低地上高を下げた状態や、 直径の小さいタイヤを装着して最低地上高と車高を落とした状態は車庫端とは呼ばれない。ボディを切断して上下寸法を詰めるフレームとボディの位置関係を変えて前高を下げるなどして車両の前高を下げた場合はチョップドトップなどと呼ばれ本校での車庫端とは区別されることがほとんどである。1970年代後半から暴走族の 車両に見られるようになり、1980年代には、暴走族以外の若者にも広まった。時代を減るに従って、新車のデザイン自体が車高を下げる傾向となり、極端に車高を落とすものは少なくなった。1990年代以降、大きく変化があったのは1995年11月の規制緩和である。重要保安部品であるスプリングの変更は、 それまで陸運支局等へ届け出をし認可されることが必要であり、それをせずに行動を走行することは違法行為であったため、一般的には気軽な改造とは言えなかったが、それでも違法を承知でスプリング交換をする者は多く、車検のたびに純正スプリングに交換して車検を通すということが行われていた。それがこの規制緩和により、 コイルスプリングとトーションバーの変更には届出を必要としなくなり、使用者の自己責任において自由にバネを変更することが合法となった。ただし、バネが取り付け部から離脱しないことや、最低地上高を 90mm 以上確保すること、バネ材であるとともに、車軸の位置決めを担うサスペンションそのものでもある。リーフスプリングは依然、届出を必要とするなどの制限はある。 この法改正により、車高を落とすことがカスタマイズ、モディファイの手法として一般化し、暴走族風の改造とは一線を画すという意味で、ローダウンと呼ぶものも増えた。現在では、一般的なカーショップや新車を扱うディーラー等においても、車高を下げることを目的としたスプリングやサスペンションキットへの交換ができるようになっている。規制官は以前は暴走族の車両に施す。 改造というイメージが強かったが、現在では、クーペ、セダン、ステーションワゴンにとどまらず、ミニバン、バン、ライトバン、ライトトラック、SUV まで、あらゆるジャンルの車種が車庫端の対象となる。単にスプリングを交換するだけの方法が安価で、最も手軽であるが、乗り心地が悪化することと車庫を上げるのに非常に手間がかかることから、アフターマーケットにおいては、 車高調整式サスペンションの方が人気がある。ありがとうございます。